龍ヶ水駅から南に1キロほど来たところです。病院に土石流が流れ込んでいます。患者さんは道路の脇に避難しているようですが、その数2、30人の方が避難していらっしゃいます。病院の方では自衛隊の隊員や警察の人たちが救出作業に当たっているようです。